皆さんこんにちは。美しい重大でおなじみの三田明さん、突然死の真相、手術不可と宣言された事故の実態、詐欺事件の実態、借金地獄で姿を消した波乱万丈な人生といったさまざまな謎について紹介します。まずは三田明の経歴とプロフィールから紹介します。三田明は日本の歌手、俳優、東京都出身、本名辻川しお、太陽企画所属、1962年日本テレビ系のオーディション番組味の素ホイホイミュージックスクールで作曲家吉田忠に認められ芸能界入り。翌1963年に美しい重大で日本ビクターから歌手デビューするとともに、さらに翌1964年には同名の映画で映画初主演。同曲は王子を知る多くの者たちに歌い継がれている青春歌謡であり、代表曲である御三家の橋幸夫、船木和夫、西郷輝彦に比べると後発のイメージがあるが、御三家に劣らず大健闘した。また当時この3人に彼を加えて昭和アイドル4天王とも呼ばれた。全国歌謡ベスト10では判明しているだけで15曲以上が1位を獲得している。美しい10代、若い港高校騎兵隊、若い2人の心斎橋、明日は咲こう花咲こう、泣かせてごめんね、 IB 東京、恋のアメリアッチ恋人、ジュリー恋人の泉、優子の涙、すきや橋ブルース、バラの涙、タートルルックの生かすやつ、石別のワルツ、太陽のカーニバル、サロマコの空、あなたの涙。1964年から1969年まで6年連続で紅白歌合戦に出場。三島由紀夫は三田のファンであり、昭和天皇について彼にはエロティシズムを感じない、あんな老人のために死ぬわけにはいかないとこき下ろした一方、三田明が天皇だったらいつでも死ぬと発言したことがあったという。1971年に所属事務所である東洋企画が倒産、マネージャーが勝手に三田名義で多額の借金を作り失踪、その返済のために日本全国への巡業を余儀なくされる。1972年11月に発生した日本航空351便ハイジャック事件に乗客としてエリチエミラと共に遭遇している。事件発生中に三田は熟睡中で事件のことを語れず、マスコミからスチュワーデスと付き合いたいと事実無根のことを書かれる。1970年代、三田を支えていたものとしてバラエティ番組での活躍が挙げられる。もともとモノマネ上手で知られた三田は自身のショーにもモノマネコーナーを作っていたほどだったので、ネットテレビの象印スターものマネ大合戦など当時全盛のスターが他のスターのモノマネをする番組では五木ひろし、森昌子らと共に大賞の常連だった。1979年12月、自宅火災で顔面に大やけどを負う。再起後はテレビの時代劇の出演が増えていくが、その中には往年のファンにとってみるのも忍びないような純粋な悪党の切られ役もいくつかあった。1985年、結婚。2001年マンナリプライムキャピタル証券の CM に平安貴族のスタイルで出演。2004年第46回日本レコード大賞功労賞を受賞。2012年10月10日にデビュー50周年を迎えた。妹の夫は元プロ野球選手で現福岡ソフトバンクホークス2軍バッテリーコーチの森博之。清純な風貌と美声で1960年代を中心にヒットを飛ばした。また長七郎江戸日記シリーズなど時代劇を中心に俳優としても活動している。三田明さんはファンクラブの運営をされています。ファンクラブの名前は赤穂の会。こちらに入会するとファンクラブ限定のイベントに参加することが可能です。2024年には有馬温泉で泊まりのイベントを開催されるなど、ファンとの方の対応が素晴らしいと好評の声が出ているんだとか。ここ数年はテレビで三田明さんの姿を目にする機会がほぼありません。現在は一体何をしているのでしょうか。調べてみると現在の三田明さんは BS 放送の夏メロ番組やコンサート活動が中心になっているようです。2012年にデビュー50周年を迎えた際には芸能生活50周年記念コンサートを行っていました。デビュー50周年を迎えてもコンサートができるのは根強いファンがいる証拠。
元気に活動を続けている三田明さんですが、ファンの中には最近新しい曲がないと感じている人もいるかもしれません。最新の曲は2020年2月にリリースした母さんの手。世の人々を魅了していた三田明さんは37歳の時に17歳も年下の女性と結婚しています。奥さんの情報がほとんどないことから一般人だと思われます。当時の日本歌謡界を牽引していた三田明さんが一般の方と結婚したというのは少し意外でした。ただ一般人とはいえかなり綺麗な奥さんのようです。今でもスターと結婚する一般人の女性は実はお嬢様だったという人も結構います。三田明さんの奥さんも由緒正しき家系のお嬢様なのかもしれません。本当の一般人だったらスター歌手と知り合うきっかけもありませんよね。なお1979年12月、三田明さんはテレビを見ながら食事の準備をしていました。すると火にかけていた鍋の油から出火、気が動転した三田明さんは油に水をかけてしまいました。煮えたぎった炎と油が跳ね返り三田明さんの顔面を襲い、絶世の美少年だった顔を失いました。三田明さんはその事故を境に死亡説までささやかれ、そのまま表舞台から姿を消しました。現在74歳となった三田明さんの顔には火傷の跡は残っていません。実は顔面火傷の跡緊急搬送され、症状は皮膚から皮下組織に至る火傷で顔面の皮膚移植も避けられない状態でしたが、医療スタッフの懸命の努力と幾度にもわたる治療で顔の皮膚は奇跡的に完治したのです。なおモノマネといえばモノマネ芸人やお笑い芸人というイメージですよね。ところが大スターの三田明さんもモノマネが大の得意として知られています。自身のショーでモノマネコーナーを作るほどモノマネに自信があるようです。テレビ番組象印スターモノマネ大合戦などのモノマネ番組で大賞の常連となっていました。そのレパートリーは森進一さん、橋幸夫さん、船木和夫さん、西郷輝彦さんなど当時の大スターばかり。今はもっとレパートリーが増えているかもしれません。また奥さんとはよく家族関係者と一緒にカラオケに行くなど仲は良いみたいです。奥さんの情報はあまりないものの、一部では慣れ始めの噂もあるようです。何でも仕事がうまくいっていなかった70年代日本全国を回っていた頃に出会ったのだとか。1971年は当時の所属事務所である東洋企画が倒産し、大変な状況になったことがありました。しかもその時のマネージャーが三田明さんの名義を勝手に使い、多額の借金をしたことが発覚。返済のために日本中を巡業することになったというエピソードは知っているファンも多いでしょう。自分が作った借金ではなかったものの、そのままでは芸能界追放だと困っていたら、借金相手の社長が借金を整理し働いて返しなさいと仕事の斡旋までしてくれたという。詳しい出会いの経緯などは明かしていないようですが、苦しい時期に出会った奥さんは疲れた心を癒してくれる存在だったのかもしれませんね。歌手の三田明が2024年3月26日日本テレビ系ザ世界仰天ニュースに出演。1972年に起こった日航機ハイジャック事件で人質として機内にいた時のことを生々しく振り返った。この日は72年の日航機ハイジャック事件の真相をドラマ化。この機内には乗客としてエリチエミさんと三田が乗っていた。三田はドラマを見て知ったこともたくさんあったようで、恐怖はあったかという問いに機内で寝ていたことから状況を把握できておらず、機内の雰囲気もハイジャックだってよって感じと緊迫感はほとんどなかったと振り返った。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。